リーフ地方は、モロッコ北部の地方。山がちな地形であるが、いくつかの肥沃な谷も持っている。リーフ地方は、西はタンジェお及びスパルテル岬まで、東はラスケブナダおよびムルヤ川まで、北は地中海に面し、南はワーガ川までの山岳地帯を指す。南部スペインのボティック山地からジブラルタル海峡を挟んで、ほぼ山地が連続している。 リーフ産地はアトラス山脈には属していない。リーフの主要都市としては、タンジェ、テトゥアン、アルホセイマ、タザなどがある。リーフ地方はモロッコで、最も降水量の多い地域であるため、緑が濃く、またベルベル人の村も点在している。リーフには、有史以前より、ベルベル人が住んでいたとされる。紀元前11世紀には早くもフェニキア人がやってきて、 交易を開始し、テッドアン、メリリア、タンジェといった町を建設した。やがて、フェニキア人のうちからカルタゴが兄弟となってこの地域を支配するようになり、第三次ポエに戦争後に、リーフは、ローマ共和国の領土となり、マウレタニア属州に属するようになった。ローマ帝国期に入ると、クラウディウスの時代に、タンジェがマウレタニアチンギタナの首都となった。5世紀には、 バンダル王国に占領されて、ローマの時代は終わった。6世紀にはバンダルを滅ぼしたビザンツ帝国の支配下となった。710年、サリー、アイイブンマンスールが、ネコル王国を建ててこの地域で自立し、この地域のベルベル人をイスラム化した。15世紀には、対岸のスペインのアンダルシア地方から、多くのムーア人が追放されて、リーフに定住し、 アンダルシア音楽をはじめとする新しい文化をこの地にもたらした。一方で1492年にアンダルシアのナスル朝を滅ぼしたスペインとポルトガルは海を渡りこの地方にも進行し1415年にはポルトガルがセウタを1490年にはスペインがメリリアを占領した。その後は平和が続いたものの1859年には テッドアンでスペインとモロッコの衝突が起き、モロッコが敗北した。やがてこの地方は、スペイン領となり、スペイン領モロッコが成立したものの、これに反対する、ベルベル人は3度の反乱を起こした。特に規模の大きかった1921年の第三次リーフ戦争では、アブドエルクリムに率いられた、ベルベル人が、アンアールの戦いにおいて、スペイン軍を撃破し、 リーフ共和国が建国されたものの、やがて、スペインによって鎮圧され、アブドエルクリムは、レイユニオンへと流された。やがて1956年、この地域は、南のフランス領モロッコと共にモロッコとして、独立した。リーフ地方の位置。週刊朝日百科世界のチリ98、モロッコモーリタニア、西サハラ P10-221 章は60年9月8日。 発行朝日新聞社、ありがとうございます。